ハンサー・ジョエル・アルバート・ペーニャは、ドミニカ共和国ドゥアルテ州産、フランシスコ・デ・マコリス出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のカンザス・シティロイヤルズ所属。愛称は、父が母国のラジオ番組でホストをしていることからレイリオ。2009年にテキサス・レンジャーズと契約して、プロ入り。翌2010年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・レンジャーズで、プロデビュー。 この年は50試合に出場して打率、358、24打点、16盗塁を記録した。2011年にアメリカ本土に渡り、A-9、スポケン・インディアンスでプレー。この年は53試合に出場して打率、267、16打点、7盗塁を記録した。2012年は A 級、ヒッコリー・クローダッツと、 a 級マートルビーチペリカンズでプレーし、2球団合計で128試合に出場し、打率。299,8本塁打、72打点、24盗塁を記録した。2013年は、a 級マートルビーチと AAQ フリスコ、ラフライバーズでプレーし、2球団合計で129試合に出場して打率。223,4本塁打、47打点。 16盗塁を記録した。2014年も A 級マートルビーチと AA フリスコでプレーし、2球団合計で120試合に出場して打率。273、7本塁打、56打点、16盗塁を記録した。また、この年は、ローリングス社選定のマイナーリーグのゴールドグラブ賞を受賞した。オフの11月20日に40人枠入りした。 テキサスレンジャーズ時代2015年は、トリプル a 級ラウンドロックエクスプレスで開幕を迎え、5月28日にメジャー初昇格を果たした。翌29日のボストンレッドソックス戦にて9番、遊撃手で先発出場してメジャーデビュー。3打数1安打1打点を記録した。レギュラーシーズンでは41試合でプレイし、打率222、4打点。 一投類という成績を残した。守備面では二類種として24試合、遊撃種として8試合、三類種として7試合出場した。遊撃種と三類種では無失策でこなした。2016年も前年と同じ役割をこなし、35試合に出場。打率143、5打点、一投類と止まった。2017年は、 右肩の故障のためメジャーでの出場はなく、マイナーでもわずか5試合の出場にとどまった。オフの12月1日にノンテンダー FA となったが、14日にマイナー契約を結んで再契約し、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年の開幕は、トリプル a 級ラウンドロックで迎え、5月15日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2018年11月2日にウェーバー工事でニューヨークヤンキースへ移籍した。2019年1月11日にヤンキースがザック・ブリットンと再契約したことに伴いディーフとなった。同日中にウェーバー工事を経てボルチモア・オリオールズへ移籍した。2月19日にジョシュオーシックの加入に伴い、 リーフとなった。2月22日に、ウェーバー工事を経て、サンフランシスコジャイアンツへ移籍した。3月1日に、ウェーバー工事を経て、再びオリオールズへ移籍した。2019年4月7日にオリオールパークアット、カムデンヤーズで行われた、ニューヨークヤンキース戦で9回にリリーフで登板した。なお試合は3から15で敗北した。3から13のスコアから、球を与え、 本塁打を打たれ、2支球を与えたがその後は抑えた。8月30日にカウフマンスタジアムで行われた、カンザスシティロイヤルズ戦で自身初の1試合5アンダを、達成し試合にも14から2で勝利し、オリオールズは3週連続で達成したことになる。以前の例は1936年7月で、オークランドアスレチックスでのウォーリー・モーゼス、フランキー・ヘイズ、 ルーフィニー以来1月以内の達成は例になかった。シーズンでは打率305出塁率329超打率42212本塁打51打点と打撃面でキャリア最高を記録した。三振率は9.1%と MLB で最も低く1三振ごとの打数は10.5と最も多くバントアンダは9と アメリカンリーグで最も多かった。ストライクゾーン外のスイング率は47.6%とアメリカンリーグで最も高く、通打率は24.6%と MLB で最も低かった。2020年オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年1月31日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。3月29日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。守備が売りの遊撃手であり、二類と三類もこなす。ありがとうございます。